散歩いちかやめてよ。うわー、いったー。なんでベッドから電流が。って、あれ、私自分の部屋で寝たよね。ここはどこ。一体何が起きて。な、その声はまさか。僕の名前は風見クク、これからよろしくね。どれいさ、ってハネルさんじゃないですか。やっぱりククちゃんか。なんでハネルさんがこんなところにいるんですか。そんなの私が聞きたいんだけど。ああ、そっか、ハネルさんも該当者ですもんね。該当者。あれ、知らないんですか。人口減少による働き手不足の影響で、とある条件を満たした方はここ強制労働施設にて眠らず労働することになったんですよ。はぁ、あ、ネズミ労働ってどこのブラック企業で。政府公認なのでノンブラックです。この国終わってるな。っていうか、とある条件って何よ。それは名前が3文字の人です。んですから、そのままの意味です。ハネルさんは名前が3文字ですよね。え、でも働くなんて無理に決まってるでしょ。で、起きてるふりしながら寝ればいいのか。堂々と作戦を立てないでください。っていうか、そんなことしても無駄ですよ。ハネルさんの首には電気チップが埋め込まれていて、もし寝てしまったら電流が流れるようになっていますからね。え、何それ怖い。いや、電流なんて序の口ですよ。もしそれが流れたら寝てしまったことがバレてしまうので、さらに拷問施設でお叱りを受けることになります。は？お叱り？はい、かなり痛いらしいですよ。でも僕はハネルさんにお仕置きなんて受けてほしくないです。だからお仕置きされる前に僕がお仕置きします。はぁ、拷問施設に代わってお仕置きを。悪の組織がヒーローやらないでくれない。とりあえずハネルさんにはこちらのシール貼りをしていただきます。はぁ、何この地味な作業。こんなの寝るに決まってるでしょ。大丈夫です。もしハネルさんが寝そうになったら僕がこの電気棒でお仕置きしますから。ククちゃん、もしかしてお仕置き従ってる。え、いや、そんなことないですよ。さあ、お願いします。なんで私ククちゃんの言うことを素直に聞いてんの。ククちゃんぐらいの雑魚な支配者なら簡単にねじ伏せられるよね。そうじゃ、それなら。うわー、ちょっと、私別に寝ようとなんてしてなかったんだけど。いや、今ハネルさん悪いことを考えていたような気がしたので。くそー、バレバレなのか。ふー、やっとご飯の時間。うめーですねー。ちょ、ククちゃん、なんでご飯の時まで一緒にいるの。ご飯中はさすがに寝ないんだけど。まあいいじゃないですか。さては指導者内で孤立してるな。いや、そんなことありませんよ。僕はここで楽しくやってますから。じゃあその楽しいところでご飯食べればいいじゃん。すみません、友達なんていません。まあそんなのは勝てたけどね。てやー、もうご飯の時間終わるじゃん。ククちゃんのバカ。僕のせいですか。ククちゃんに友達がいないせい。それはもうやめてください。食べたら眠くなってきた。ククちゃん、私もうダメかも。そうですか。また寝たんですね、ハネルさん。ククちゃん、ごめんなさい。次寝たらこの電気棒でハネルさんをめちゃくちゃにしちゃいますよ。やめて、もう寝かせて。ハネルさん。いたー。ハネルさん、一体何が起きて。わかんないけど、首からすごい電流が流れて、て、あれ？つまり私、寝ちゃったの？そういうことになりますね。なんでククちゃん起こしてくれなかったの？すみません、なんというか、僕も寝てしまっていて。はぁ、最低。ククちゃんなんて嫌い。うわぁ、罵られた。けどそれがいい。キモ、こんなキモいククちゃんといるなら、拷問施設に行った方がマシだね。あ、ひどいです、ハネルさん。そこまで言うなら、容赦しないですからね。ハネル。マリア。大丈夫なの？ここが拷問施設なの。ハネルも知らないのね。え？二人でこの施設から逃げ出すのよ。どうやって？それはね。いや、それはねの続きは？それはアニビットチャンネルで公開されるみたいよ。はあ、あのエッチなチャンネルで公開されるってことは、私、いやらしい目に遭っちゃうの？どうなのかしら。だからアニビットチャンネルに勝ち込みじゃん。